盛り上げ楽しもうぞ。それでは岐阜城盛り上げ隊です。どうぞ。皆さんこんばんは。岐阜城盛り上げ隊です。さあ盛り上がる準備はできておりますか。せーの。岐阜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 城盛り上げ隊。岐阜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 城盛り上げ隊。やっぱ日本の真ん中ですから気になるさ。みんな岐阜を知ってますか。小さいですね。もう一回行きましょう。参ります。皆様こんばんは。はい、こんばんは。はい、改めまして私たち岐阜城盛り上げ隊は基本第1第3の日曜日に金華山岐阜城に参陣し、ゆっくりゆっくり喋って
笑顔、挨拶、元気を柱に岐阜城から岐阜、岐阜から日の本が盛り上がればよいと活動している団体でございます。この度は私、美濃のまむしを斎藤道三を父に持ち、第六天王織田信長の正室、誰が何と言おうとも濃姫こと貴重と麒麟がクールに出演、主演でございますね、しておりました明智光秀みっちゃんと、この両名が名古屋祭り、この場を盛り上げますので、どうかよろしくお願いいたします。ですね、先ほどもやりました、男は度胸、女は愛嬌、貴重は最強、この後曲のどっかでもう一度出てきます。その時大きな声で返してください。一度練習しておきましょう。男は度胸、女は愛嬌、貴重は最強。はい、ありがとうございます。なぜ早口かというと、この後曲が満載でございます。では盛り上がってまいりましょう。お願いいたします。お願いします。新曲岐阜城サンバでございます。まず拍手から。黄金に光る金火山、標高山に一級、南高部落の天下岐阜城、水晶のような姫野、濃姫は岐阜の宝物、出会えるならば君はこの先ずっと幸せ続くよね。ねえ、いつか Yeah,
され噂のセクシーふわふわ巷で噂のセクシーふわふわ知らなすべてをあげるけど心まで奪えるものすること失敗する人ね自然ならなお悪いようで肉汁満浴びながらセクシー行こう優しさを連れてきたセクシー城未来まで続くならセクシー行こう愛に任せゴリラいっぱい期待いっぱい期待信長に寄り添ってセクシー行こう頑張りますよ男は度胸女は度胸市長は最高またね噂のセクシーわっわセクシーボーイセクシーボーイセクシーボーイ肉汁満浴びながらセクシーボーイ優しさを連れてきたセクシー城未来まで続くならセクシー城愛に任せゴリラいっぱい期待いっぱい期待信長に寄り添ってしまさでうわさのセクシーわっわしまさでうわさのしまさでうわさのしまさでうわさのセクシー市長あれこの曲来ちゃいましたあんたもいいねギフに来てちょうだいぜひともどんどん岐阜に来てちょうだい皆さん拍手ねどうもてあ空の天の温度です会いに来たかさんさんあこいさんさんあこいなそしてきたの姫です。はじめましてと来ちゃうんだ。戦略それほど得意じゃない。戦も言うほど強くない。月火水木一週間いつものうちゃん思ってる。ねえ金天の美人ない。わかってくれたら結構結構こんな私です。よろしく頼みます。最後の乗るならば8時5分の鍛錬で毎朝日まで稽古する甲高い声の武将様押されたはずにてやるおいず燃えそうな藁に火をつけた無言と呼ばれそれっきり愛しいのむちゃんバイドバイドバイ味方もいないしさいさいさい
バン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